皆さんこんにちは。今回は、サンブレイクでの頼もしすぎる仲間たち。盟友の最強ランキングをご紹介。ソロモード専用で一緒に共闘してくれる、NPC たちですね。そうそう。各キャラごとに、ステータスや行動水準が決まっていて、めちゃくちゃ優秀なやつから、見かけ倒しのやつまで、キャラの大渋滞だったんだ。NPC と共闘できるなんて熱すぎます。あくまで個人的な意見なので、皆さんの思う最強ランキングも、ぜひコメントで教えてくださいな。では行きましょう。まず最強キャラ第1位は、我らが日の江姉様。まさかの1位から発表していくとは、斬新なスタイルです。日の江はハンターの支援に特化した、いわゆるサポーター的な役割のキャラで、現に盟友詳細を見てみても、攻撃頻度は、あまり行わない、なのに対し、回復頻度は、よく行う、となっているんだ。一人ヒーラーと書いてくれると、マジで助かりますよね。そして初期武器は弓となっていて、この頃からちょっとでもダメージが入れば、すぐさま回復をしてくれるんですが、さすがは俺の彼女。クエストをクリアしていくと、盟友クエストに連れて行けるようになり、使用可能武器に、狩猟笛とライトボウガンが追加。その中でも、狩猟笛がめちゃくちゃ優秀だったんだ。ほう、一体どの辺が強かったんですか？なんとその戦慄効果は、体力継続回復、解毒&体力回復症、攻撃力&防御力アップ、となっているので、バフをかけながら、体力回復効果のある戦慄を2種類も扱え、そこへさらに、粉塵を惜しむことなく巻いてくれるので、もう、サポーター兼ヒーラー役にぴったりなんだ。さすがは俺の嫁。そんな、とにかく優秀すぎた日の江でしたが、それより何よりとにかく可愛い。その端正なビジュアルはもちろんのこと、狩猟後の団子を楽しみにしちゃう、食いしん坊なところや、ハンターに対して好意を持ってくれていたり、鼻息荒くなってるところ申し訳ないですが、なんか話が脱線してる気が。投げキッスをすると、ミノトなんて光の速さで払い落とすのに対し、日の江は、ミノトには内緒ですよと言い、投げキッスを返してくれるんだ。いい気分だぜ。ミノトには内緒ですよ。かわいい。続いて第2位は、うつし教官。さすがは我らが恩師です。うつし教官は、サンブレイクに登場する武器、全14種を使用できるという脅威のエリートっぷりで、モンスターや自身の武器に合わせて、役割を変えられる超オールラウンダーなんだ。イケメンで弟子思い、鉄柱主義を編み出し、全武器を使いこなして、情報活動もこなしちゃうって。この人割とマジで偉人です。うちは一族並みのエリート忍者なんですが、その反動なのかとにかくうるさい。狩り中は、ずーっと何かしら喋りまくり。夢にまで見た、マラデシとの狩猟だ。教官の挨拶、遠慮はいらないよ。さあ、好きなだけ取ってくれ。何しよう、ちょっとお話とかする。大攻撃、行くぞ。電光雷暴、これが教官の底力。しまいには被弾しても、もっと来いという始末なんだ。もしも直すべきところが。素晴らしい狩猟だったよ。この調子で成長していこう。ビリビリと伝わってくる気合、まさに英雄だ。どうした、もっともっと俺に英雄の攻撃を叩き込んでくれ。本当にうっせえな。そんなうつし教官の中でも強かったのがやはり狩猟笛。もう笛使えるキャラが強いみたいになっちゃってます。まあ NPC なので、火力はそこまで高く設定されておらず、その使用上、ゴリゴリのアタッカーとかよりは、回復やバフによる支援、状態異常での敵の拘束を行ってくれる、キャラの方がありがたいんだ。確かに NPC ソロでモンスターを完封してたら、やることないですもんね。そしてうつし教官の狩猟笛の効果が、全属性やられ無効、攻撃力アップ、属性攻撃力アップの3つで、全属性やられ無効という、ありがたいおまけ付きで、火力を大幅に上げてくれる、最強サポーターなんだ。もう、お供写しとして連れて行きたいくらい優秀です。続いて第3位は、ミノト。カムラの里の皆さん優秀すぎんか。ミノトは防御重視の行動傾向となっていて、メイン武器は顔に似合わずランス。そして体力は450と、全キャラ中でもトップクラスに多く、環境生物の延々区を使って、モンスターの注意を引きつけてくれる、意外にも、タンク型のキャラクターなんだ。私もこんな美少女に守られてみたいです。しかし使用可能武器は、ランスと狩猟笛となっていて、例のごとく、この狩猟笛が優秀すぎたんだ。ガードできない笛で盾にされようとは、ミノトも夢にも見てなかったでしょうね。その戦慄効果は、精霊王のカゴ、スタミナ消費減少、音の防壁、
回復の火の絵に、火力の写しに次いで、ミノトは防御寄りの性能となっていて、特にスタミナ管理が必要な武器や、方向の多いモンスターに向いているんだ。カゴに主張保護にスタミナ強化。これまた強力です。そして盟友同行クエストでは、NPC キャラクターを、二人まで連れて行くことができるので、カムラの里の美人姉妹と、ハーレムパーティーを組み、仮に行くことだってでき、二人合わされば、体力継続回復、解毒&体力回復症、攻撃力&防御力アップ、精霊王のカゴ、スタミナ消費減少、音の防壁と、まさに鉄壁、可愛いし優秀だし、最高すぎますね。ちなみに個人的な最強パーティーは、日の絵&写しの、ハンター大好きパーティーで、日の絵で回復をしながらも、写し共感で火力も漏れるので、かなり強力なんだ。日の絵が地勢のミノトに見られたら、大変なことになっちゃいます。続いて第4位は、ルーチカ。あれ、誰でしたっけこの人。ルーチカは王国に仕える騎士の一人で、清純でおとなしそうな見た目をしていますが、他のハンターが、共に狩りに行きたがらないほど、戦闘中は豹変してしまう一面を持つ、変人です。モンスターを前にすると、キャッパーしちゃうんですね。なのでその行動傾向も、攻撃重視となっていて、回復もサポートも一切行わず、ひたすら攻撃しまくる超脳筋キャラなんだ。誰も一緒に狩りに行ってくれないのは、性格より、脳筋すぎるプレイスタイルの問題なんじゃ。ともあれ、そんなルーチカの使用可能武器は、ヘビーボーガン、ガンランス、ライトボーガン、弓と、ガンナー傾向が強く、発動スキルも、攻撃、挑戦者、各手段、や強化、逆恨み、支柱に勝つ、などなど、火力スキルがモリモリになっているのですが、言うても NPC レベル。え、じゃあ全然強くなさそうです。確かにアタッカーとして見れば、めちゃくちゃ微妙なんですが、ヘビーボーガンでは貫通弾をメインに、鉄鋼榴弾、毒弾、麻痺弾、メッキ弾、遊撃弾まで、幅広い弾を使いこなすことができ、モンスターをピュらせ、毒らせ、麻痺らせてくれるんだ。気持ちはアタッカーながら、戦闘力は優秀なサポーターだったんですね。特に麻痺や、鉄鋼榴弾での気絶なんかは、わざわざ麻痺武器や音も、打撃武器を使っていなくても、攻撃チャンスを増やしてくれるので、ありがたいですよね。続いて第5位は今作の激流装。王国騎士、フィオレーネ。いよ待ってました。普段は真面目で、騎士の誇りを大事にする、堅物な女性ですが、クールビューティーな見た目に反して、ハンターに対しては出れまくる。今作のメインヒロインにして、可愛すぎると人気なキャラクターです。フィオレーネ姉さんならどんなモンスターでも、シールドバッシュでワンパンや。さすがにあれは、決死の覚悟で出た会心の一撃ということで、盟友クエストでは封印されていましたが、盟友としてのフィオレーネは、体力、スタミナは平均値。扱える武器も片手剣、体剣、太刀、ランス、チャージアックスと多く、回復頻度、攻撃頻度、どちらも、適度に行う、に設定された、バランスの取れた優秀なキャラでしたよ。これは期待できそうです。盟友たちの中でも火力は十分。その上でフィオレーネは、サポートが抜群に優秀で、ハンターの危険を察知すれば、粉塵を使って体力を回復してくれたり、閃光玉や罠といったアイテムを駆使して、隙を作り出してくれるので、一人寂しいソロプレイのはずがあら不思議。マルチ感満載な強力プレイを楽しめるんだ。私より優秀で絶望です。そして正規ヒロインということで、クエストクリア後には、独自モーションがあったり、ジェスチャーも意外にノリよく返してくれたりと、かなりのヒロイン優遇をされているんだ。フィオレーネの撮影会してるだけで、50分過ぎ去って、クエスト失敗になっちゃいそうです。続いて第6位は、ガレアス提督。提督は、今作のラスボスである、名演優、ガイアデルム出現の際は、優れた判断力で的確に指示を出し、一時撃退に成功していたり、観測拠点エルガドでは総指揮を取り、騎士たちから強い信頼を寄せられる、設定上は強者感満載なキャラなんですが、盟友クエストでは、その実力は発揮できなかったみたいです。威厳たっぷりな見た目と、微妙な順位が噛み合ってないです。そんな提督の強みとしては、300と高めの体力に、攻撃かレベル5を活かした、サポートアイテムによる支援。この見た目でヒーラーなんですか。行動傾向が支援重視なだけあって、メイン武器である体剣以外にも、サポートの代名詞、片手剣も使うことができたり、アイテムの使用頻度も高いので、体力を回復してくれる、回復薬グレートや活力剤、状態異常を回復してくれる、打ち消しのみに漢方薬、ステータス強化を施す、鬼人の粉塵に、怪力、忍耐の種と、強力なアイテムを使って、サポートをしてくれるんだ。ほぼドラえもんじゃないですか。しかし盟友の神技、主要部位も使うことができないので、日の絵やミノトとは大きく離され、この順位に落ち着いてしまいましたよ。もう何よりも、主要部位の力が偉大すぎます。続いて第7位はフィオレーネの妹、ロンディーネ。よく見ると似てますよね。
モンスターハンターライズでは、商人としてカムラの里へ訪れるも、その正体は王国騎士の一人。なので盟友クエストでも、スラッシュアックスを担いでやってくるんだ。してその性能はいかに？ロンディーネは回復頻度高めの、バランス重視のキャラですが、ガレアステイトクと同じように、アイテムを駆使した支援を行ってくれ。そのラインナップは、回復薬グレート、オータル爆弾 G、生命の粉塵、鬼人の粉塵、効果の粉塵、痺れ罠、落とし穴、閃光玉、音爆弾と、欲しいものは軒並み揃った、超豪華仕様、さすがは商人。サポートアイテムのラインナップだけ見れば、かなり優秀そうなんですが、装備との兼ね合いが悪く、微妙な立ち位置になってしまったんだ。一体どういうことですか？実はロンディーネのメイン武器は、スラッシュアックス。他の使用可能武器も、立ち、操中コンと、武器を出し入れして、アイテムでサポートを行うには、向いていない武器種ばかりだったんだ。同じドラえもん型サポーターのガレアステイトクは、一応片手剣使えてましたしね。そして装備の発動スキル的にも、スラッシュアックス活がゼロと、無言で訴えてくるような構成となっているので、スラッシュアックスでサポートに回るという、なかなかに謎な役回りをすることになってしまうんだ。片手剣も出せられたら、かなり化けそうなんですけどね。続いて第8位は、アルロー教官、渋かっこいいです。教官はその見た目通りに、高い体力と防御性能を活かした、防御重視のタンクタイプキャラで、体力はミノトに次ぐ400もあるんだ。むしろあんな華奢なのに、一番タフなミノトに驚きです。そしてアルロー教官、一番の特徴が発動スキルの多さ。なんとアルロー教官は、全部で31個ものスキルを発動させているんだ。一体、どんな防具とお守りを使っているんだ？スキルの詳細は4ページにも及び、攻撃、弱点特攻といった火力スキルに、全属性、状態異常、属性やられの耐性マックス、風圧、耐震、耳栓、ひるみもマックスと、生存スキルがモリモリに盛りまくられ、いやどんだけ痛いの嫌なんだよ。そこへガード性能、ガード強化、砲術、砲弾装填と、ガンランス向けのスキルが多く積まれているので、やはりおすすめはガンランス。マジでどんな装備着てるんですか？しかし、こんなただのチート装備身につけて、なんでこの順位なんだ？確かに落ちることはそうそうないのですが、サポートの効果が薄く、仮中の活躍も目ぼしいものがないので、宝の持ち腐れ感が半端じゃないんだ。もうおじさんの脱ぎたてほやほやのでもいいから、その装備譲ってくれ。続いて第9位は元気いっぱいな新米騎士、J。どことなく陽気な推薦組っぽくて、可愛いんだよな。J 君はバランスタイプながらに、痺れ罠を仕掛ける以外は、大したサポートもせず、装備での発動スキルも、見切り、攻撃、超会心、弱点特攻、といったテンプレ火力スキルが積まれた、アタッカー寄りなキャラなんだ。脳死で特攻していっちゃう、ちょっとおバカな感じも愛おしいです。基本データでも、攻撃頻度は高め、回復頻度は低めと設定されているので、体力低いのに回復せず、普通に倒されちゃうなんてこともしばしば、はよ回復薬飲んでくれ。そんな感じで、ぶっちゃけ戦闘面では、特に秀でた面もないキャラなんですが、そんなことどうでもよくなるくらい、一緒に狩りをしていて楽しいキャラなんだよ。まあまだ新米騎士なわけだしね。それでどんなところが楽しいんですか？まず狩り中は基本的にスーパーハイテンション。カメラを向ければ、ノリノリでポーズを取ってくれたり、狩りのお手本を見せてほしいと、熱心に勉強する可愛い後輩感もあったり、モンスターのダウンを取ると、騎士たるもの、倒れている相手に追い打ちなどまあいいからやっちゃいましょうと。とんでもない切り替えの速さを見せ、倒れている相手に追い打ちをかけたりするんだ。騎士たる者、倒れている相手に追い打ちなどまあいいからやっちゃいましょう。もうなんかもろもろ含めてこのキャラめっちゃ好き。最後の第10位は我らが佐藤佐、不言、最弱名流という肩書きを手にするなんて、佐藤佐かっこわらですね。不言さんは双剣と立ち、ハンマーを使う、攻撃重視のキャラで、サポートは一切なし。己の身一つと、あまたのカエルを片手に、モンスターに突撃していくんだ。どことなく地雷感が漂ってますね。ってカエル？実は不言さんは、カムラの里の五国殿より、ガスガエルを預かっていて、そいつらを狩りの最中にひたすら設置する、カエル使いだったんだ。カエル使い、初めて聞くジョブです。そしてこのカエルこそ、不言さんを最弱の名流にした理由で、なんとこのカエルは、味方にも当たり判定があるので、時には爆発で吹き飛ばし、時には痺れさせ、また時には眠らせてくるんだ。超迷惑じゃないですか。お供の環境生物では、巻き添えを食らうことはないのですが、なぜか不言だけは当たり判定があるという、運営さんからの嫌がらせを受け、無事に有害行為を繰り返すハンター、ユータ認定をされ、ハンターたちからは煙たがられることに、名ユータですね。しかしスキルは、見切り、攻撃、超会心、弱点特攻、心眼、集
集中と、わざわざカエルに頼らずとも、優秀なのにもかかわらず、それでもカエルを設置する姿は、けなげすぎて泣けてきますね。この、カエルへの絶対的な信頼は何なんだろうか。そんな感じでこのチャンネルでは、モンスターハンターに登場する、様々なモンスターの生態の解説や、いろいろなランキングを発表しているので、ハンター諸君は、チャンネル登録、コメントで、応援してくれると嬉しいぞ。では最後までご視聴いただきありがとうございました。